ここ俺覗いたら誰もいないんだろうなって思ってたけど、いるわ。うわぁ、ロイヒーなんだけど。ロイヒーだし扉もいっぱいあるし、ちょっととりあえずまっすぐ行こう。なんかライトにしたら、光の感じが変だし、やっぱ外っぽくない？でも出られないのかな？ショッピングモールもあんのかよ、ここすごいな。これまたおしゃれな壁紙の世界だね。でもこの世界に多分エレベーターがあるんだよな。電車だ！乗れんのかな、また。はい、どうも、なおひとです。今回も前回に引き続き、ザ・コンプレックス・エクスペディションだっけの続きをやっていこうと思います。まあ、前回はね、ちょっと待って、ライトつけて。前回出口見つけられそうだったんだけど、全部騙されたってやつね。非常口出てるんだけど、全然非常口、出口じゃないっていう。バックルームズあるあるね。で、最後は電車に乗って駅に着いて終わったんだけども、今回はどうなるんでしょうね。楽しみですね。ちょっと待って、鼻かゆい。鼻を噛んだついでに咳込んできた。何言ってんだ？なんか色が違うね。ライトの色が違う。今までと。OK。ここは何にもない。もう何にもない部屋も慣れてきたな。もう何にもないのが当たり前だからな。あ、ここも何もないわ。なんだ、ライトが違うだけで、何でもないんだな、本当に。何でもない。あ、ここも何でもない。マジで何でもない。これ何？ダイニングテーブル？これも高く売れそうだね。骨董品だわ。お、なんか扉あるわ。あ、ちょっと待って。何にもない。あ、あ、や、よかった。道あったわ。何このおしゃれなやつ。こういうの欲しい。壁にさ、埋め込まれてるパターンのやついいよね。邪魔にならないから。うん。何これ。これ何？あとこれ何？これとこれ何？この下のやつ すごい使いづらそうなんだけど。まあ、なんかここに小物置いたら可愛いのかな。あとこれ何？なんか引っ掛けるの？ここに？あ、そこら辺にいっぱいあるわ。引っ掛けるやつ。何に使おう？みんなだったら何に使う？あれ。なるほどね。みんなはそうやって使うんだね。了解。ここ教会っぽいね。なんか BGM も教会っぽいし。ただ、十字架はない。教会イコール十字架じゃないのかな？なんか日本では教会イコール十字架だけどさ。十字架掲げてたらもうキリスト教確定だもんね。あ、道が、道っていうか扉がある。え、ここなんか怪しいね。なんか棒二つあるし。何の部屋だろう。何の部屋でもないのか。うん。あ？この明かりはさっき見たタイプの明かり。だけど、別に何でもないのか。別に明かりが違うからって言って、なんか特別な部屋っていうわけでもないんだね。うん。このピー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 音がするときってなんかエレベーター近いような気がするんだけど、気のせいかしら。あれ？穴？穴だ！ああ、ムービー入ってる。穴に飛び込むのか？マジ深かったら骨折しちゃうぞ。これ後ろからドンって突き落とされない？大丈夫？あ、降りるんだ。まあ、これくらいの高さだったら大丈夫かな。何メートルくらいだろう。あ、さっきのお人形だ。あ、落ちちゃった。落とされてない。覇気で落とされた。あ、ビデオカメラ壊れちゃったんじゃない？これ。ひび入っちゃったよ。上司に怒られる。先輩に怒られちゃう。なんて書いてあるのこれ。フレッシュリーフローズンフード。あー、冷凍食品だ。冷凍食品ね。上にあいついないんだ。アイスクリームとかあるかな？何にも置いてない。何にも置いてないよー。
悲しい。電気代もったいないよ。ひび割れがマジでリアルだな。俺は生きて帰ってこれんのか？現世に。あ！あ！このテープは！みんながつけてくれたテープだ。どっちもいけそうだけど、しゃがむのはめんどくさいんで、こっち行こう。やった！あ、電気消しちゃった。ちょっと待って。電気消しちゃダメ。暗い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 。みんなと会える。帰ってきたよ、無事に。いっぱい宝物あったよ。お、デンジャーだって。この先デンジャー。デンジャーから生還しました。あれ、どっちだ？こっちか。帰り道はこの矢印の方向を進めばいいんだ。みんないる？あー、みんないそう。ちょ待って、みんないる？ただいま。え、ちょ待って、誰もいないんだけど。なんで？え、みんないないよ。おい。はい。あ、ただいま。どうもにいる。ただいま。おい、なんだっけ名前、デイビッドか。デイビッド。デイビッドどこ？どっから喋ってんの、デイビッド。デイビッド。デイビッド。とりあえずここ、とりあえずここ入ってみるけど、あ、開かないんだ。鍵かかってる。あ、今の主人公の声か。みんなを探してる声だね。ちょっと、デイビッド。主人公は確かニューマンって名前。で、デイビッドは俺と通信してくれてた人。だよね？確かね。ノーシグナル。え？どこ行っちまったんだよ。みんな、帰ってきたよ、俺。俺が帰ってきたよ。みんな盛大に迎えてくれよ。わあ、すごいな。ニューマン。帰ってきたんだね。生還おめでとうって言ってケーキ持ってきてよ。お？あれ勝手に動いてるぞ。か、なに、どうした？どうした？どうした？あ、え、外の世界も。またこのおしゃれな壁紙にしちゃったの？みんな。え、結局ここもバックルームズの世界なんだ。え、ちょっと待って。やばくない？崩れちゃわない？うわ、なんかガスが噴射されてる。浮いてるものが素晴らしい。宇宙空間なのかな、ここ。地震じゃこうはならない。あれ、どうなっちゃった？あ、なんで、これは死んだわ。え、生きてんの？本当に？拾い上げてよ。拾い上げてくれ。主人公生きてるんだろ？あ、いや、死んでんのか。え、でもなんでビデオカメラ、大丈夫なの？え、これが俺が属してた、会社？科学者なんだよね、主人公。ビデオカメラは大丈夫だ。ザ・コンプレックス・エクスペディション。カミングスーン。いや、カミングスーンじゃないんだよな。いやー、マジか。え、主人公やっぱり死んじゃったんだよね。でもビデオカメラは無事だった。ビデオカメラ無事だったら、今後の世界に役立てる。素晴らしい情報だよね。え、それとも俺が帰ってきた世界はパラレルワールドとかなのかな？もう誰一人いない。同じ世界なんだけど、なんだろう、時空が違うっていうか、別の世界に飛んじゃった？なんかそんな感じするね。多分あの世界には誰もいないよ。主人公一人しかいない。
多分ね。そう俺は推理してみた。はい、ということで今回の動画はいかがでしたでしょうか。もし気に入ってくれたらチャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。